とこっちからやります、はい、やっぱこう緊張が強いですね。おごめんなさいね、こちらの手、こっちの方がいいですね、両膝をちょっと曲げてください。はい。はい、倒しますよ。うん。はい。お。痛いですね、やっぱりね。うん。こっちも倒します。どっちも行きにくいですね。うん。こっちと。お、落ちちゃうっす。落ちません。大丈夫です。硬いですね。全然こう。何ですか。マジですか。もうダメですね。ダメですね。ダメですね。上と下がもうがっちりくっついちゃってる感じ。なんかこう、うん、あんまり機能果たしてない。何ですか。ひどいですねこれは。ひどいな。よくないですね、これがっちりしちゃってる。それはいかんな。だいぶいかんですね。なんでなんか全然やらないでしょ、ひねるとか。やらないかもしれないな。やってないですね。やったら方がいいですね。あ、やらないと良くないですね。はいはい。だからもう体の使い方が限られてるから。同じところばっかり伸ばされて、同じところばっかり縮みっぱなしみたいになってるから。痛いですか。痛いんですよ、そこ。そうですね、そこは痛い。でも曲げた方がいいじゃん、やっぱりまだマシなんじゃないですか。そんなにそこまで痛がってなかったじゃないですか。確かに そっちの痛さ的には、はい、うん、だいぶマシですよね。マシ。それ肝臓かどっかですか。なんか肝臓関係ありそうですね。ありそうですよね。なんかさっきもお腹の痛かったとか、多分肝臓が関係してると私も思ってます。肝臓脂肪ついてるじゃないですか。肝臓脂肪はついてますよ。良くないですね、それは。多分それ
な気がしなくもないんだよな。どうですか痛みは。痛みは、痛みはさっきより引いてませんか。ちょっと引いてるっすね。少しって感じですかね。そんなに劇的な変化なしですか。そんなにそうですね。そこ多分肝臓ですよ、やっぱり中から痛い感じですか、ね、多分それなんじゃないですか。あ、そんな気がしますね。なんかその取れなそうな、そうだと思った。内臓が良くならないと取れなそうな、多分痩せるとか多分そういう風なのかなっていうか、はいはいはい、はい、そうですね。分かんないですけど。左はどうですか。こっちはその、まあ痛くなくないわけじゃないけど、まあ、さっき右に比べると、うん、はい、あ、そこら辺痛かった今、はい、まあ、か、その内臓な感じはしますね、うん、なんとなく、うん、いただきます。はい、どうですか、叩くのは。その、あれ、え、なんて言いました。あれ、いや、ちょっと痛いとこあったから。痛いとこありました。押されるより痛くないんじゃないですか。痛っ。痛いです。そうですね、こっちもなんか硬いですね。うん、牛とかがいっぱいあるときはその、はい、その棒であれやるんですか、はい、トーク線でしたっけ。はい、トーク線。牛とかがいっぱいあるときに使うんですか。そういう時もそうですし、なんか硬くて押せないような人も、指が入っていかないとか言われて痛がるっていう人に、はい、やってますね。こっちの方が楽じゃないですか。内臓機能も活性化するので、はいはい、はい、姿勢があんま良くないですからね。そのせいもあって、まあ、凝るとか痛いとか、内臓が良くないとか、全部つながってきてると思いますけどね。痛いですか。ちょっとじゃあ押しますね。はい。ちょうどいいです。
しんどくなさそうですね、なんか。お腹が出てるから反り腰になってますね。はいはい、痛い痛かったっすよ。痛いですね、お尻ね、うん、こう怒ってますね。はい、まあまあこんな感じで、はい、起きてみてください。はい、うわうわ、なんかうわって感じですよ。じゃあ肩叩きますね。はい、はい、お願いします。ちょっと、はい、ちょっと顎が上がりますよね。首をちょっとこう、こことかこの肩を落としてこの首をちゃんと伸ばしとくっていうイメージを持ってください。うんうん、ありますね。ずっと悪い姿勢できてるからいい姿勢が取れなくなってるんですね。あー、どうしましょう。だからもう伸ばしてください。こうやっぱりこうできないからしょうがないんですよ。多分足もちゃんとつま先がちゃんとあれですかね、できてないんじゃないですかね。猫背になっちゃう人って結構かかと重心なんですよ。あー、指先が結構ちゃんとその地面に設置してなくて、うんうん、はいはい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ちょっと体動かしてみてもらっていいですか。はい、なんかコキってなる感じがなくなって、はい、すごいスッキリしてます。やりやすくなりましたかね、はい、体の動きがすごいなんか、はい、楽になった感じしますね。あ、よかったです。はい、はい、お疲れ様でした。腰と背中良くなりましたか。うん、楽に、なんかすごい、なんだろう、なんかどっしり何かがこう、はい、重いものが、はい、乗っかってた感じがあったんですけど、あ、はいはい、それが今ない感じですね。あ、軽くなった感じですか。すごい軽いです。あ、よかったです。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。シェアとかコメントをしてくれるのも嬉しいです。よろしくお願いします。 See you。